こんにちはマンです今回は埼玉県草加市のラボヌールヘアロアでシャンプーの際に30代女性にわいせつな行為をした美容師の小林英治容疑者24歳が逮捕されたことについて客観的な意見と自分の気持ちについてお話ししていきたいかなと思います。でですね、今回は2021年の5月30日 埼玉県草加市にあるラボンヌールヘアロアでシャンプーの際に女性が動けないことに乗じて複数回女性の体を触るなどわいせつな行為をしたことで準強制わ説の疑いで小林英二容疑者24歳が逮捕されたということで女性が直後に警察に相談し事件が発覚したと シャンプー台は髪をカットするエリアとは仕切られていて、他の従業員は気がつかなかったということで、警察の調べに対しやっていませんと容疑を否認していると、警察はこの美容室での同様の被害を把握しており、小林容疑者との関連性を調査しているということです。で,ですね、客観的な意見としては、他にも被害報告あったとのこと。 当然店にもクレームはたくさん来てただろうに店も店で大策し,しなかったということのように思う純粋に真面目に仕事をしている人たちからしたらたまったもんではないとわいせつの度合いにも夜がすごい度胸ですねと言った意見が多かったかなと思いますでですね自分の気持ちとしては ふとと思ったことがラボーヌールという、まあ、店の店名ですね。まあ、フランス語で幸せという意味らしいですね。まあ、どういった幸せだったのでしょうか、この方。あのなんか他にもあったんですけど、せこい、せこいわいせつ行為だなっていう感じ。せこいも何もあの被害にあ,らあわれたあの女性からしたら、 まあ目隠しされたりとかしますもんねシャープするときにすげえなんか怖いですよね。そういう時ってやっぱり視界も、あのー、妨げられてるので声も出しづらいしなんかあれですよね 卑怯ですよね。触るんだったら、堂々と触れよって言いたいところですが、あの、今現在、まあ現在だけでもないんですけど、まあ今時、触った瞬間、もう終わりなんで、うん。まあそういうところ、気をつけた方がいいんじゃないかって言いたいんだけど、もう余罪も結構ありそうだし、 もう美容師としては無理なんじゃないかなってすごく思いますね。名前出ちゃってるし、顔も出ちゃってるし、で、今後、この方はどういう生活をしていく、していくのかっていうのに少し興味が湧いております。<laughs> そしてもう一つなんですけど、あの、えー、待ってくださいね。埼玉県の草加市、草加店の、あの、 んて言うんだブログというかを拝見してるんですけど、えー、白川夢美さんという方いらっしゃってすごくかわいらしいと思いますただの感想でしたはいということで今回は埼玉県草加市のラボヌールヘアロアでシャンプーの際に30代女性にわいせつな行為をした美容師の小林英二容疑者が逮捕されたことについて お話ししていきましたそれではご視聴ありがとうございますこの YouTube 動画では雑談本格配信ゲーム配信を主にやっておりますまた引き続き頑張っていきたいと思いますのでよろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたしますあとグッドボタンよろしくお願いいたします それではまたお会いしましょう。じゃあね。